新型コロナウイルスの影響で、韓国を訪問したものの入国を制限する国が10日現在で109の国に増え、インチョン空港の利用客数が1日あたり1万人台に落ち込んだ。1日あたりの利用客数が1万人台に落ち込むのは、2001年の空港開港以来初めてだ。これは、 韓国国内において新型コロナウイルスの感染者が増え、韓国人の入国を制限する国が増えたほか、搭乗客が減少して運行を休止する航空会社が続出したためであると分析される。10日、インチョン空港公社によると、9日のインチョン空港の利用客数は19716人と集計された。 出発客は1321人、到着客は9395人で、前年同期に比べて89.4%減少した。これは、SARS により歴代最低記録とされていた2003年5月20日の利用客数26773人より約7000人少ない記録になる。日本と韓国の両政府が、 国内における新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、両国搭乗客の隔離措置と検疫において特別入国手続きを実施した9日に利用客数も急減したことが分かった。インチョン空港公社によると、9日に運航した航空便数は計1 8 6便で、前年同期に比べて73.3%減少した。 9日にインチョン東京成田館とインチョン大阪関西館を結ぶ路線を利用した者は計594人に過ぎなかった。